2024年9月2日、高校の始業式が行われ、青木校長先生が生徒さんたちに心温まるメッセージを送りました。夏休みという非日常での経験を生かし、2学期の日常生活で成長することの大切さを強調しました。文化祭や体育祭など、様々なイベントを通じて自分の興味を見つけ、熱中できることに取り組むよう促しました。生徒会活動にも力を入れてほしいと語り、2学期を自己成長のチャンスと捉えるよう呼びかけました。校長先生は最後に、生徒さんたちの安全な学校生活を願い、気持ちを新たに頑張ってほしいと締めくくりました。